バイデン大統領が選挙戦から撤退したことを受け、民主党の有力者からは称賛の声が相次いでいます。一方、後継候補のハリス氏についてオバマ元大統領は支持を明言しませんでした。オバマ元大統領は声明で、バイデン氏の撤退について、この決断はアメリカにとって正しいと確信したからに違いない。 バイデン氏の愛国心の証だと称賛した上で我が党の指導者たちが優れた候補者を生み出すプロセスを作ることができると自信を持っていると述べハリス氏への支持は明言しませんでしたまた民主党の重鎮ペロシ元下院議長もバイデン氏の撤退を称賛しましたが声明の中でハリス氏への支持はありませんでした一方クリントン元大統領夫妻は ハリス氏を支持し彼女を応援するためにできることはなんでもすると表明しました。